こんにちは、よしみです。今日もご視聴いただきありがとうございます。今日はですね、7月の手帳のセットアップをしていこうかなと思っています。 M5 をですね、使い始めてからセットアップする内容がね、結構増えてきてしまっていて、ちょっと月始めとか月終わり大変だなって思うことあるんですけど、楽しくやっていこうと思います。もしまだセットアップされてない方がいらっしゃったら一緒にやっていきましょう。はい、では早速セットアップをしていきたいなと思ってるんですけど、私が手帳を使ってる中で月始めセットアップが必要な手帳やノートはだいたいこの4冊かなと思っています。ただこのミネルバボックスで予定管理をしているものなんですけど、と7月の予定をはもうすでに挟んでいて、あと私翌月の8月の分も手帳に挟むようにしてるんですけど、それもこのダブルドアマンスリーですね、メモリストのリフィルをもう挟んでいます。であとこのウィークリースケジュールですね、このプロッターのものなんですけど、これもと7月の分まではちゃんと挟み終わりましたので、このミネルバボックスのシステム手帳に関してはもうセットアップが完了しています。であとなんですけど、バレットジャーナル風に使っているこちらのスパイラルリングノートなんですけど、優先順位は低くてですね、今日はちょっと時間がねあんまりないっていうことで、これは後回しにしたいと思います。なので今日をセットアップする内容としては、この M5 ですね、今一番好きな手帳です。これとあとできたら推しノートですね、ピクミンのことについて書いているんですけど、これも少しセットアップできたらなと思っています。で M5 に関しては少し中身を整理しつつのセットアップにしていこうと思ってますので、ご興味ある方は見ていただければ嬉しいです。今日もちょっとねハンコを使いたくて出してきています。となのでまずM5 からセットアップしていきたいなと思います。で M5 のリフィルがねこんな感じで出してきました。だいたいこれを使うかなっていうのを出していて、少しだけ穴を開けたものがあるのでこれを使っていきたいなと思います。はい。で整理する中で一応保存しておきたいものを、このこれね、アシュフォードのなんだろう、バインダーっていうか、挟むものなんですけど、これに挟んでいくのと、もういらないリフィルはもうこの中にポイッと入れてもう処分するようで分けていきたいと思います。じゃあですね、 M5 の整理をしつついきたいと思います。これがですね、ディープのマイクロファイブの手帳で、アシュフォードのメーカーのものですね。でちょっと本当はここも整理したいんですけど、今日はやめておきます。中身のリフィルを整理していこうと思っています。最初にですね、献立リフィルが来ています。で今日ねこれをちょっと整理したいなと思っているんですが、これがね確か4月から書いている献立メニューと買い物リストを記入しているリフィルになります。でこれが結構枚数が多くてですね、ただ献立メニューの参考にしてるので、あんまり
ここから外したくはないんですけど、かなり場所を取っているので少し外していこうと思います。で、今日が6月27日で、この週なんですけど、6月の分だけは取っておくんですが、その前の分はもう処分してしまおうと思います。 M5 に関しては、分厚い保存バインダー持ってないので、積極的にリフィルは処分しようと思います。なので、これはね、もう過去の献立リフィルは処分するようで、ここに入れます。で、これもね、買い物メモはもうちぎって処分します。で、7月は、ちょうど月曜日からなので、このリフィルの続きに日付を記入していこうと思います。で、これが幸せハンコさんのリフィルですね。 M5 のフリーウィークリーっていうものに記載していて、もうすでに穴を開けてあるので、これを閉じていこうと思うんですが、毎度のことながら、このスタンプをつけているので、今回も一応つけていこうと思います。これがね、あんまり使ってないけどちょっとつけたくて、この前はこの銀ネズ色っていうスタンプの色を使ってたんですけど、今日は藤色を使っていこうと思います。あんまりね、これチェックしてないんだけど、ちょっと見たかったりする時もあるので、一応つけていこうかなと思います。ちょっと、日付も記入していきます。日付がこのエナージェルのインフリーのグリーンかなで記入しようと思います。じゃあ日付の記入ができました。こっちの下のところにこの品目のスタンプを押していこうと思います。こんな感じで品目のハンコを押すことができました。で、献立リフィルはこんな感じでセットアップをしました。次がですね、YouTube の記録のリフィルに移っていきます。これはね、ここに付箋が動画アップっていう付箋をストックをね置いてるんですけど、動画をアップした時に、これウィークリーになってるんですけど、貼っていくっていう感じで使ってます。で、これは7月も続けていきたいと思ってるので、7月の日付を書いたものを使っていきたいなと思います。で、これはアシュフォードの
これですね、日付なし週間ダイアリーを使っていきます。この This Week っていうスタンプをつけていこうと思います。で、最近ですね、この紅色っていう色を購入したので、 This Week っていうハンコはこの紅色で押していきたいかなと思います。いつもね、ブラックが多いんですけど、たまには気分を変えて別の色で押してみようと思います。このThis Weekを押すことができたので、日付を記入していきます。まあ、簡単ではあるんですけど、日付の記入をして YouTube 記録のセットアップができました。で、次に少しだけリフィルを追加したいんですけど、ここにメモで Amazon 定期便のリフィルを作るって書いてあって、ちょっとこれを忘れずに挟みたいなと思ってて、この幸せハンコさんの商品を買った時におまけでいただいたものなんですけど、これをですね、ちょっとチェックするリフィルにしたいと思ってます。で、私は Amazon で定期便っていうのを使ってて、まあ、日用品とかはこの Amazon の定期便を利用してます。結構割引が効いたりとか、その割引プラスそのセールとかでめちゃくちゃ安くなるのでよく利用します。ただ定期便の登録をしたりして、例えば1ヶ月前に例えば洗剤が届くってなると、チェックしておかないと自動的に次の月も届くっていうシステムになってるので、忘れずにいらないものは外していくようにチェックしたいので、このリフィルで毎月定期便のチェックをしたかっていうのを確認しようと思います。で、このマイクロファイブのパンチで穴を開けます。このね、パンチのすごくいいなって思うところが、まあ、ここに穴があるのでここにセットして開けるんですけど、この下をね、下にちゃんと合わせれば綺麗にこの均等に穴が開けられるっていうことを最近気づいてまあ私だけかもしれないんですけど、すごく使いやすいパンチだなと思いました。ただそんな枚数開けられないんですけど、今のところ不便だと感じたことはないので、すごくいいなと思って使ってます。で、これが Amazon の定期便チェック。こんな感じで7月1日は日用品だけで892円の定期便を使ったっていうのを金額を書いてチェックしたよっていう、このポリスちゃんのマークでチェックしたよっていうのを記入していこうと思います。
で、これは最初の方に挟もうかな。この辺に分かりそうなので挟もうかなと思います。で、ここに挟んだので、このやることリストは剥がしておきます。で、次にここにですね、体調記録を記入していきます。このリフィルは6月から使用していて、こうやってスタンプで日付を書いていってます。で、今日が27でまだ書いてないんですけど、この7月もね、これを使いたいなと思ってるので、ここからスタンプをしていこうかなと思ってます。で、今回はこの睡眠ログのこの時計を使うのと、あとコンディションも入れたいのと、ちょっと入れたい項目いろいろあるんだけど、最近水を飲むように心がけてるので、これを初めて押すんですけど、この Today's Water もとつけれたらいいなと思います。ちょっと大変な作業なんですけど、ここからスタンプをしようと思います。で、使うリフィルはこのトモショップさんのオリジナルペーパーのウィークリーのものですね。で、ちょっとこれ穴開けて用意してるので、これにスタンプしていきたいと思います。あ、で、これはと、このリフィルがね、すごく今好きなリフィルで、書くのも結構楽しんでやってるので、と、今回は6月の分も抜き取らずにそのままここに入れておこうかなと思います。がこの幸せハンコさんの数字のスタンプ とさっき言ったコンディションと、このウォータートゥデイズウォーターのものを、このトゥデイズウォーターを使います。色がこのバーサファインクレアクレアのノクターンっていうブラックですね。次にこの
トゥデイズウォーターとコンディションをいけるかな、つけていきます。ですね、この幸せハンコさんのクリアスタンプのこの時計のマークを使います。こっちのですねシャチハタの色模様のブラックも使おうかな。あんまり大差ないと思うんですけど、押したすぎていろいろ押してしまったんですけど、あのね、書いていくとねまた違った雰囲気になるのでそれに期待します。じゃあこれは閉じていきます。6月から、まあ、毎日ではないんですけど夜手帳タイムをした時に1日の振り返りみたいな感じでこういう、まあ、シールを貼って振り返りをしているリフィルがあります。でこのリフィルはちょっと場所を取るのでこっちのバインダーの方に移動していこうと思います。これはちょっとまだシールも可愛いシールを貼ってるので捨てる勇気がないのでとりあえず保存しておきます。で7月もこんな感じで書いていきたいんですけど、6月は振り返りっていう感じで反省会みたいな、まあ、いいことも書けば悪いことも書くっていう感じにしたんですけど、7月はあのいいことだけを書くリフィルにしようと思います。あの夜の手帳タイムの時にやってるので、まあ、寝る前ぐらいはあの今日良かったことを思い出して書いていくリフィルにしたいなと思ってます。で、先月6月はこんな感じでハンコをリフィルに押してたりとかして、一応ねリフィルのセットをしました。ただ毎日書いてるわけじゃないのでそんな何枚にもセットしてたわけじゃないんですけど、
今回も少しだけリフィルを作っておきたいなと思います。で、使うリフィルはこの3つを一応挟もうかなと思ってるんですけど、アシュフォードの小口ローズゴールドと小口シルバーですね。で、あと幸せハンコさんのハロートゥデイのカラーメモリフィルを閉じようと思ってます。万年筆で書いていくので、特にこっちの小口シルバーとローズゴールド、すごく書きやすいリフィルなので、これを使っていきたいと思います。で、このリフィルに押していくスタンプは、この私が今気に入ってるこのタイムとトゥデイっていうトモショップさんっていうお店さんのスタンプですね。あとその同じお店のこのベアの、なんだろう、キーホルダーのスタンプと、とこのいいことを書こうと思ってるので、このナイスとか、このナイスデイ、こっちはね幸せハンコさんなんですけど、を使おうかなと思ってます。これはね、この紅色を使っていこうと思います。はい、じゃあ簡単になんですけど、ハンコをしてリフィルを作りました。こんな感じです。これはですね、すごい使うのが楽しみ。このハンコが裏抜けしてるので、一応固めにしか押してないです。ただ両面書く
ときはね両面使ってます。裏抜けがあまり見えないようにシールを貼ったりとかして、まあ、ページがもったいないのでこんな感じで使ってますね。私的には1日1枚のリフィルで使いたいなと思ってるんですけど、まあ、こんな感じで7月も使っていこうかなと思います。で、これでセットアップ、 M5 のセットアップは終わりました。ここがね、ピクミンのピクミンブルームっていうゲームのメモを書いてるんですが、6月の進捗についてはもう記入済みなので、一応7月のセットアップとしてはこれでこっちの M5 はね終わりたいと思います。